談所金子でございますということで、今日なんですけども、僕のチャンネルで人気のコンテンツ海鮮ボックス、いろんなお魚屋さんに作ってもらったりだとか、ネット通販で買って開けてみたりだとか、お値打ちなとこから高級なとこからいろいろやってます。ふと僕昨日寝る前に思ったんですよ。僕プライベートで何気なしに海鮮ボックス作ってるわと思って。これ何かと言いますと、やっぱりこういう仕事してると社長さんとか人気クリエイターさんとか人気 YouTuber さん、そういう方と関わることがすごく多くて、ほんでそういう方々の誕生日プレゼント、これ僕毎回頭を悩ますんですよ。お金を持ってる人たちなんで、大概自分の欲しいなと思うものは買ってる方々しかいないんですよ。そういう方々に向けて僕は市場で魚介を買って発泡スチロールに詰めて毎回あげてるんですよ。それがめちゃくちゃ喜ばれるんです。で今日も一人知り合いの社長誕生日なんで、個人的に作るんですけど、それを動画にしたいなと思います。それで僕が海鮮ボックス作るときに気をつけてるポイント、これ4つあるんです。この4つだけ押さえればめっちゃ喜ばれる海鮮ボックスができます。まあ、先にちょっと言っときますね、この4つポイント。まずは量より質です。さばくのが難しい小魚とかたくさんドサッと入れられて送られてきてもめっちゃ困ります。いいものを少量で、2つ目、もらって困らない魚介、大きいこんな魚とか丸魚を処理しないでそのまま入れるとか、そういうことは僕はしません。もう必ず丸魚入れる場合でもしっかりと処理して綺麗な形で梱包します。で3つ目が旬のものを必ず入れる。日本には四季があります。春夏秋冬、その時々旬の魚介っていうのは必ずあります。その時に一番美味しいものを入れるということですね。で4つ目ですね、インパクトのある食材も必ず入れるということです。開けた瞬間におーってなるような、すげーってなるようなやつですね。だけど困らない、もらって嬉しい、そんなものを入れると、この4つは心がけております。というわけで今日市場に行ってまいりましたので、そちらの方どうぞ。まずはインパクトのあるもの、やっぱりウニは必要ですよね。ウニ頼んでるんですけど、ボタンも、はい、何匹？5本。うん、とりあえずここではウニとボタンエビ買いました。次は旬のものですよね。やっぱり今旬のものといったらね、ここら辺ですよね。やっぱり貝類がいいですよ。アサリ、ハマグリね、ここら辺行きましょうか。俺のいいところ6個、これのがいいだな、これのがいいな。で僕今日は個人的に食べたいものも買うんで、赤貝も買っていこうかな。これいい赤貝、地物の赤貝、これもらっていこう。あ、この子だ。これ何かというと、この綿じゃなくて生のナマコの卵です。今の時期ね、こう出てくるんですけど、ちょっと干してこう生っぽい感じにして食べるのが好きで、アサリのあの梶島の大粒の方、あれを2キロ、うん、とりあえずここではアサリ、ハマグリで、この子ですね、購入しました。この旬のものとちょっとまた珍しいものも買いましたね。こういうね、ハモとかめっちゃむずいじゃないですか、調理が。こういったものは絶対入れないです、困るんで。これはあとこれスミイカとかね、これも家でさばくとめちゃくちゃ炭が出るんですよね。で台所真っ黒になっちゃうんで、これも入れない。で入れる場合はちゃんとさばいてあげて入れますね。今美味しいんですけどね、こんなん絶対入れちゃダメだよ、大煮べ困っちゃうからね。僕がこれ海鮮ボックスでこの魚をプレゼントしたら、多分僕あなたのこと嫌いです、嫌いな人に送ります。これ魚には罪はないですけど、美味しい魚なんですけどね。これもらったら困るよ。ここはいい、うわこれイワシめちゃくちゃいいじゃん、これこれめちゃくちゃいいよ、これもらおう。あ、ノドグロもいいね。ノドグロもこれはインパクトもあるし、まあ値打ちがある魚ですよね。もらって絶対嬉しい魚。じゃあノドグロこれ2匹ください。でイワシの良さそうなとここれ5本で、個人的に僕白身魚を最近買ってるんですけど、カニナさん今日なんかいい感じの白身ないですか。いい感じの白身、あそっから出てくるのやばいやつ、ごっついの出てきたじゃん。ホウボウのキロアップ、白身の最高峰、ホシガレイの2キロアップ。ホシガレイやばいな、これお値段もいい魚だけど、ここら界隈じゃこの時期の白身の最高峰じゃない。最高っすね、ホシガレイあたりは。ホウボウもこのサイズのこのこんな腕みたいなやつは売ってないんですよ。うわーマジっすか。じゃあ僕これ2つも買っていいですか。今日2つもいっちゃう。2つも欲しいっす。魚好きなら我慢できる。俺ちょっと見たら欲しくなっちゃうな。この剣先も1列こうください。大きいとこ1列、大きいとこ1列今入れてあげて。てかね、ほんと全部いいんだよ、すごいもん、白子入れる。いやすごい方法だこれ。これは愛知のやつですか。もちろん簡単な市場で昨日競り落とした。へえ。うわ、タイもいいな。
カネコはまあやっぱスジホゼリだとか、うん、フライトはそういうなんていうの身に刺しが入るような魚のインパクトはないけど、うん、大人の味というか引きの美学というかうまいっすよね、うん、上品な、うんうん、これは何してもうまいで発泡スチロールのサイズ的にもうあと1匹ぐらいしか入んないんですよやっぱこれでしょインパクトもう最大のインパクトといったらやっぱり伊勢エビよ大きさ的にねどうだろうなこれちょっと大きいんですよね、うん、で家で扱えるサイズとなるとやっぱここら辺これ1本もらいましょうかあっ宗輝くんおはようおはようございますあったね今日もサーモンの動画見たよありがとうございますめちゃくちゃ上手にさばけてたよ上手よ初めてでしょはいあんな綺麗にさばけません器上手にはさあで今日もなんかちょっと金子おじさん買ってあげたいんだけどなんか挑戦してみたい魚介とかあるグレとかグレいくいいのグレって売れちゃってます売れちゃってるよなグレがちょっとグレ探すか一応探そう探そう今日は何春休みなのはい春休みかいいねこんな朝早起きてね嬉しいっすやん嬉しいね日本の宝よこういう子はお、なんかフグが売ってるよ、これ見てほら、フグが売ってる、これ何フグかわかるこれ分かったらすごいよこれね、マフグってフグマフグいつかフグの免許も取ってみたい、はい、ほんと今なんかね、小学校の子でも取れるようになったのかな取れたらすごいと思うよニュースになるくらいだと思う2年生で取るマジすごいわじゃあちょっとグレがなさそうだねまあグレはまた今度買ってあげるわ気まぐれクックの金子からのおすすめでバカでかいスミイカいくこれさばいてみてもう宗輝くんの頭より大きいよいける自信あるこれあるこれねさばくときにシンクの中でやんないと真っ黒になっちゃうからまな板がじゃあこれプレゼント頑張ってねじゃあバイバイただいまということで帰ってまいりましたというわけで本日買ってきた食材がこちらせーのちょっと僕が個人的に買ったものも大量に入ってるんですけど、まあ、一個一個紹介していきますねまずこちら最上級のホウボウこんなホウボウはもう初めて見たなお魚屋さんももう一元さんにはあまり売らないよっていうレベルのホウボウみたいです最高に美味しいホウボウこれは僕が個人的に買ったものですこれも僕が個人的に買ったものですね干しガレこれはうまいやつだよ白身の王様ですねでこれも買いましたケンサキイカこれうまいんで海鮮ボックスに入れてもいいですねでこちらじゃんボタンエビですね生のボタンエビ大きいものですでこれ僕が個人的に買った小肌ですねちょっと筋目にして寿司ネタにでこれスミイカですねこれも個人的に買ったものです個人的に買ったものが多いなほんで今日でこちらじゃーんインパクトのある高級魚ノドグロですねもう何しても美味しい魚です今が旬のもう最高に美味しい梶島のアサリでございますこれはものすごいうまいこの前酒蒸ししたんですけどこんなに身がパンパンでした最高にうまかったです1年でこの時期しか食べられない味覚ですこういう旬の味覚を食べるために思うんですけど旬のものって1年に一度しか味わえないじゃないですかだいたい男性の平均寿命が80歳ぐらいですよねなんで僕今33なんであと30回弱しかこのクオリティのアサリは食べられないんだなーとか思いながらありがたくいただいております年取ると病気とかでね食べれなくなってくるものもあると思いますんでね皆さんもね体が元気で食べられるうちに好きなものを食べましょう特に旬のものは美味しくいただきましょうこういうこと言うやんたまに俺言うよねこういうね深そうでよう聞いたらあんまり深くないやつねはい次、こちらこの子これはインパクトあるよ、まあ、大体これ何ってなって連絡してくるんですよこれ何ってそしてまたそのまた会話が生まれるじゃないですかそれがまたいいんですよしかもかさばらないし困らない量もそんなに多くないし台所も汚れないしかももうナマコもねぼちぼち終わりなので旬の味覚ということで次まで来てますよギーってなりましたね伊勢海老ちゃんですねこれはもうインパクトですよじゃーんとおおすげえなでこれちょっとイキイキなんで氷締めで詰めますでこれハマグリこれも今が時期の美味しい旬の味覚ですハマグリちゃんこういう二枚貝のいいところって洗ってもう簡単に食べられるじゃないですか焼いてもお味噌汁でも酒蒸しでも何でも簡単にパッとフライパン一個でできるんで迷惑にならないんですよしかもねあんま嫌いな人も少ないのでこういう二枚貝とかはやっぱ僕よく言いますよでまたスーパーとかではあまりこういういいクオリティのハマグリとかあとこういうカジシマとかこういうブランドアサリないのでやっぱり朝早く市場に行かないと手に入らないそんな魚介だと思いますんでこういうのは僕は入れますねで
で赤貝、本ミル貝、ホッキ貝、粒貝、ここら辺は僕個人的に買いました。これ何を個人的にこんな買ってるかというと、あさって友達が俺ん家来て寿司パーティーするんですよ。僕が大将で。ほんでこれ、今日これイワシが良かった。こういうね、大衆魚最高のイワシ、ほらコロンコロンで、今日また後でおろしてみますけど、こんなイワシはうまい。刺身でもいける鮮度、脂があって良い。やっぱ朝市は本当にいい魚が並びます。同じイワシでもスーパーのイワシと朝市のイワシでは、まあ、物にもよるんですけど、朝市で買ったやつの方が当たりが多いです。で目利きをすればもう間違いないです。絶対うまいです、このイワシは。なんでこういうね、大衆魚なんですけど、ちょっといつもとは違うぞっていうのを入れてあげると、で今まで食べたイワシで一番うまかったよとか言われるわけですよ。そういうのが嬉しいですよね。で最後、最初に買ったやつなんですけど、ウニですね。これウニは絶対に入れてます。でその日市場にある一番いいウニを入れさせてもらってます。今日これ白なんですけど、うまいですよ。じゃん、ハダテウニ、この折り重なってるやつです。これすごいですよ。じゃん、ほらこれすごくないですか。この盛り具合ですよ。重なっちゃって重なっちゃって、これいただいたらもう嬉しいじゃないですか。やっぱ一番大事なのは自分でも欲しいなと思うものを入れること、これが喜ばれる秘訣ですかね。じゃあ組み立てていきますね。まずは伊勢海老を氷締めにしておきます。そしたら八方に詰めていきますね。八方はだいたいいつもねこのサイズ、これを使います。コンビニとかで売ってるんですよ。サイズ感もちょうどいいし、こう手下げもついてますんでね。で何より市場とかでもらう八方はちょっと汚れてるんで、新しい八方、こういう綺麗な八方で渡してますね。あと下氷、一つロックアイスを入れます。あえての保冷剤とかじゃなくて、これロックアイス、コンビニとかのこういうロックアイスを入れます。なんでかというと、これも俺こだわりがあって、溶けきってなかったらこれ使えるじゃないですか。それに処分するときも楽なんでね。そしたらまずはアサリですね。でこれアサリは必ずこれ一回洗います。うわ、めちゃくちゃいいアサリ、ほらだいぶ汚れが出ますもんね。もう洗うと同時に爆弾がないかをチェック。ハマグリも洗っていきます。もうお家ですぐ使ってもらえるような形にしておきます。で貝ごとにジップロックに入れます。直接こうやって氷が魚介についちゃうと冷えすぎて傷んじゃうんで、ペーパーとか引くとまだなお良しですね。でこれ吸水性のある、これレッドキーパーっていうペーパーなんですけど、でこれ敷くと汁が垂れてもある程度ここ吸収してくれるんで、汁取りの効果もありますね。まずハマグリ入れました。はい、でこれ次アサリですね。アサリも入りました。貝だけでこんなパンパンになっちゃった。でこれこの子ですね。これは内臓系なんでキリッと冷やしておきたいので、氷にしっかり当たる位置に置いておきます。で次ノドグロですね。こういう丸魚もこのまま入れるんじゃなくて、ちゃんと処理をしてあげる。鱗をしっかり外して、そしたら頭はついたままです。頭ついたままエラを外します。で煮付け用にしても、お刺身用におろしても何してもいいように、腹は縦に割ります。で内臓はしっかりと取る。で肝とかも入れてあげると2の人は喜ぶんですけど、こういった攻めたものはあまり入れないと。で内臓をカキカキすると。で血合いもブラシでしっかりこする。このお腹の内側から匂ってきますんでね、綺麗に処理していきます。なかなか一般の家庭だとこういうね、魚さばく用のブラシとかないと思いますんで、こういう細かいとこいけないと思いますんで、こういうところをしっかりと重点的に処理してあげる。めっちゃ綺麗に水気を取ります。お腹の中、頭綺麗に取ります。こんな感じですね。そしたら袋に入れます。真空パックの袋ですね。ちょっと尻尾が入らん場合は尻尾は切っちゃいます。これで斜めに入れたら入ると思うけどな。うん、入りましたね。そしたら真空機に入れて空気を抜いていきます。はい、こんな感じ。この状態になってたら、このまま冷蔵庫に入れてもかさばらないし、ピタッと密閉されてますんで、家庭用の冷蔵庫でも比較的冷えやすいんで、痛みが少ないですね。空気にも触れてませんし、この一手間がめちゃ大事。これも入れてあげます。
やっぱりマルの魚がねポンと入ってると嬉しいですよね。イワシはですね、ちょっとこのイワシ油めっちゃ乗ってていいんですけど、少しだけ身が弱いので頭と内臓だけ取っちゃいますね。こんな感じで、でこれも血合いを外します。でイワシも真空パックですね。こんな感じですね。これも入れます。でいい剣先あったんでこれも入れますか。これも2杯。これはツボ抜きはしときましょう。このイカもね、ほらこうやって墨が出るんですよ。なかなかね家庭の台所ではさばきたくありません。奥さんと喧嘩になるかもしれません。嫌です、そんな喧嘩の元を持っていくのは。なんでこういう相手方の台所が汚れそうな処理、夫婦喧嘩の元になりそうなことはもう全部こっちでやっておくと。これができる男の海鮮ボックスの作り方ですわ。そしたらゲソもこうやって処理しておきます。ゲソもこうやって目玉とくちばしを取って、もうこうやって炒め物にするだの何にするだのすぐ使えるような形にしておきます。こうやって軽く洗っといてね。そしたらイカも水気をしっかりと落として、これも真空パック。もう全部何でもかんでも真空パックしちゃいます。剣先イカですね、これも入れます。そしたらあとはこのメインどころ、豪華なところはこうやって見える場所にドンドンと置くと、こんな感じで、この隙間空いてるところに氷を少しこうやって挟みます。こんな感じで、で、なんかのお祝い事だったら、何々おめでとうございますとか、ここに書いた紙を、手書きの紙を書いて、で、蓋をして、どうぞと渡しております。どうですか？この誕生日プレゼント特殊な。でもね、本当に喜ばれるんですよ。いや、この魚介は斬新だし、めちゃくちゃ嬉しい。大好きだし、自分でどういう魚介買ったらいいかわかんないし、朝市場起きていくのもなかなか辛いし、目利きも難しいし、本当にこういうのはね、嬉しい。ありがとうございます。すごく喜んでいただけます。皆さんも大事な方へのプレゼント、どうでしょうか？海鮮ボックスでお返しするっていう。あ、あと忘れてました。こう色合い入れるの忘れてましたね。こういうもの。刺身の盛り合わせでもあしらいを入れて彩り豊かにしていきますよね。それと同じでこれ海鮮ボックスもこういう色合いを入れて高級感を出していきます。杉の葉っぱ、こういうのがさっと入るとめっちゃおしゃれですから、こういうのがちょこっと入るとね、わあおしゃれ。そんで伊勢海老とかのどぐろ、あとイワシ、イカ、お刺身で食べてほしいという思いを込めて、いいわさび、これを一本入れます。すだちの好きな人いるんで、すだちも入れたりだとか、あとこれレモン。これレモンも僕が最近ハマってる品種。レモネードっていう品種のレモンなんですけど、これね、不思議にして、これ見た目普通のレモンですよね。でもね、食べると、めちゃくちゃ甘いんですよ。でもみかんの甘さとはまた違う。後味はしっかりレモンなんです。こういう面白いレモンも入れちゃう。で、多分自宅にわさびすりなんかないから、ちょっと今在庫切らしちゃってるんであれですけど、こういうサメ肌のわさびおろし器の小さいやつが売ってるんですよ。1000円ぐらいで売ってるかな、アマゾンとかで。その新品をここに1個入れてあげると、もうこれ最強です。これが気まぐれクック金子の海鮮ボックスで、値段がですね結構入ってるものいいやつばっかなんで意外としました。参考までに聞いてほしいんですけど、伊勢海老がこれ実は意外と安くて4000円です。で、のどぐろが6000円で、ケンサキイカが2杯でだいたい1000円ぐらいです。で、この子が1500円。で、アサリがだいたいこの量で3000円ぐらいですね。で、ウニが2万円ですね。で、イワシが1匹200円ぐらいです。で、ワサビが4000円。で、スダチが1個200円。で、レモンが1個200円です。まあ、合計こんな感じの値段になりました。ウニとかがちょっと高いんですけど、高いにしても、本当に市場でいいもの揃えて、このぐらいの値段出てきます。ちょっとブランド屋さんでね、例えばルイ・ヴィトンの帽子とか買っても、8万円とか10万円するじゃないですか。それよりやっぱこっちの方が僕はインパクトがあって好きですね。っていう感じの動画でした。で、締めると味気ないので、何か僕が個人的に買ってきたものさばいて食べましょうか。はい、とりあえず個人的に使うものこういう感じで仕込んでおきました。ボタンエビ入れるの忘れましたね。今日ボタンエビ食べますか。ボタンエビと、あと今が時期のこのアサリ、これもいただきましょう。アサリって大体皆さんお味噌汁とか酒蒸し、これ連想すると思うんですけど、この今の時期のパン
般なアサリは焼きアサリという料理ができるんですよ。この焼きアサリがねめちゃくちゃうまいんで、今日は焼きアサリ紹介したいなと思います。じゃあやっていきましょう。そしたらボタンエビ剥いていきます。うわうまそう。これボタンエビっていう名前で売られてますけど、このエビ実は富山エビっていう正式名称なんですよね。ボタンエビっていうのはまた別でちゃんとしたエビがいるんですよ。意外とね知られてないんですけど、これこのエビは本当に美味しい。でこれ冷凍してもねこのエビ味が落ちにくいからいいですよね。今日使うのはこれ生なんですけどね、冷凍庫にストックしとくのもありだなと思います。ちょっとお値段は高いですけどね。塩水作ったら塩水でシャバシャバっと洗っていきます。表面のぬめりを落として、僕が好きなのはこうやって昆布で締める。これは当日は食べれないんですけど、1日から2日ぐらいお好みでこうやって締めるとめちゃくちゃうまくなるんですよ。日持ちもするんでおすすめですよ。これは仕込みと。はい、こんな感じ。そしたら今日は黒いお皿に大葉を敷いてお上品に盛り付けていきましょうか。半分に切って、この胴の方を下に置く、そして尻尾の方を上にクロス。これがおしゃれ。ちょっとこれだけだと寂しいので、剣先イカ、この剣先はうまいよ。金大さん一押しの剣先イカです。しかも地物、本当に、ね、地物の剣先イカはあんまなかなか上がんないですよ。毎日あるようなもんじゃないんで、こちらを切っていきます。は細切りで、もう片方は切れ込みをこうちょっと入れて表面の方に、で切れ込みを入れた裏の方、そこに大葉をペタッと、破れちゃっても構わない、くるくるっときつく巻いていきます。ラップかなんかでこうやって締める、キュッキュッキュッと。そしてこれを切っていきます。これがイカのしそ巻きですね。はい、イカとボタンエビの2種盛りの完成。はい、じゃあ完成、いただきます。よっしゃ、食べていこう。まず炉端焼き器に火をつけて、でここにアサリを置いていきます。多分この身の入りを見たら皆さんびっくりすると思いますよ。よし、では焼いてる間にお刺身いただきましょうか。まずはお醤油を注いで、まずはこちらのボタンエビからいきましょう。わさびをつけていただきます。うわー、たまりませんわ、うまい、キングオブエビだな、ボタンエビは。そんなこんなでアサリもいい感じ。これ見てください、この身入りポンポンですよね。で身が縮まらないんですよ。なのでこの焼きアサリっていう料理が成立するんですよね。時期じゃないアサリでこれやっちゃうと身がね本当に少なくなっちゃうんですよ。でそれにこの時期のアサリは卵パンパンに入ってるからこそ身自体にうまみがすごいんですよ。もう味噌汁にするともうちょっと味噌汁甘いぐらい、そのぐらい身に旨味がありますんで、焼きアサリっていう料理は今の時期やるのがベストだなと思ってます。焼けたら、よいしょ、お皿に、焼けたらお皿に、でバター、そしてそこにお醤油、アサリバター醤油。うわうまそう。ほら全部見事に身入りがいいですもんね。ではあさり温かいうちにいただきます。じゃあノーマルの方からいただきます。うますぎる、やばすぎる。これ焼いたことによってちょっと香ばしいんですよね。酒蒸しではないこの香ばしさと、あと水分がある程度飛ぶんで旨味が濃縮されてます。これ分かりますか、このお腹のところ、これ卵パンパンに抱えてます。これがうまいんです。じゃあバター醤油いただきます。うまー、うーめー、これは罪ですわ、うんま、
あ、やっぱこれ別格だな。バター醤油がうますぎる。プレーンもうまいけど、バター醤油すごい。あとで従業員の子にも食わしたろ。これはうまいわ。このアサリの概念がコロッと変わりますね。じゃあイカちゃんいただきます。検査キーか。いただきます。うわー、まやっぱイカ刺しは検査キーよ。うまい。幸せすぎる。次しそ巻き、ちょん、いただきます。うん、うわ、これはこれでうまいな。大葉とイカの相性は抜群ですからね。いや、しそ巻きってこう見た目も綺麗じゃないですか。もうすごく清涼感があってね。今からどん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 時期的に暑くなってくるじゃないですか。涼しげな刺し盛りを演出したい時とかはこういうしそ巻きとか作るといいですよね。見た目も涼しい、そして味も清涼感があって美味しいしね。皆さんはイカだと何イカが好きですか？ぜひコメント欄で教えてください。というわけで今日はこちらの市場で買ってきましたアサリとヤリイカ、ボタン見ときましたらお飲み物こちらでやっていきたいと思います。せーの、でん、銀色のやつ、これが飲みたかった。朝からあー嬉しい、幸せだ。もう刺身と銀色マジ合いますからね。日本酒とかもいいけどやっぱビールも美味しい。はい、こちら見事なマデナ7対3いただきます。染み渡るからのボタエビ、ちょっとこうしそ巻いてこれでいきます。うまい。しそはちっちゃい頃大嫌いだったけど大人になって好きになったね。それじゃっくり食べていくよ。ごちそうさまでした。ということで今日は僕が普段作ってる海鮮ボックス、どういう風に作っているか大公開してみましたけども、いかがでしたでしょうか。あんまりこの誕生日プレゼントで魚介をあげるっていう発想はあまり皆さんないと思うんですけど、これ意外と喜ばれます。特に僕はこういう海鮮を扱うジャンルの YouTube を投稿してるんで、先方の人もそういうこと分かってるんで、僕からもらう魚介っていうのはまた嬉しいのかなと思うんですよね。海鮮ボックスっていうのは本当にね、その人の色が出ますんで面白いですよね。また僕も海鮮ボックス買ってみたり、また自分で作ってみたものをやってみたりしても面白いかなと思いますので、まあ何せ海鮮ボックスっていうのは動画にしやすい、楽、企画として。ちょっと本音が漏れましたけども、今日はここら辺で締めさせていただいてもよろしいでしょうか。はい、というわけで今日はショップでした。バイバイ。あと最近僕はもっと寿司屋みたいなことしてます。プライベートでああいうことしてます。個人的に買う魚がすごく多かったですよね。楽しい。